今日の2日目の動画になります。前回の動画ね、まだ見ていない方はぜひ見てみてください。すごくね、旅行に行きたくなる動画だと思います。はい、今日はですね、またまた ID の方をね、お借りしてやっていこうと思うんですけども、今回使う ID もめちゃくちゃすごい。海外の方がね、制作してくださった ID なんですけども、やばいからぜひ最後まで見てってください。ってことで、お城に泊まり、次の日になり、準備が終わったお二人でございますが、まあせっかくなのでね、まあ朝食の方は、このね、お城のご飯を食べてから行きたいと思います。いや、このさ、朝ご飯、開かない。朝ご飯っていうのがね、いいんだよね、また。今日どこで食べる？今日端っこで食べてみる？まあまあ変わんないと思うけど。朝はね、まあ、朝食セットかな、やっぱり。朝食セットじゃないね、隣は。はい、まずはね、朝起きたら、ご飯でございます。いやー、ちょっと、ルイタさ、朝から思うのきつくない？最近ね、めちゃくちゃ年取ったなと思うのがさ、なんていうか、こういう揚げ物系のさ、せんべいを食べるじゃん、揚げせんべい。あれ、一袋食べただけで胃もたれしちゃってさ、もう絶対胃もたれするよね。いやー、いいなー。こういうところ最近行ってないからな、私。幸せそう。ということで、ご飯は食べ終わりましたので、早速、今日の目的地に行きたいと思います。はい、今日の目的地はですね、まぁ、ちょっと一旦下にさ、あ、待って、お礼言おう、お礼。まずお礼です。2日間、ありがとうございました。いや、このおかみさん？おかみさんっていうぞ。なんていうの、こういう人って。いいのよ。時間あるときはまたおいでね。いや、また行きます。もう定期的なぜひ行かせてください。いや、ありがとうございました。本当に。お邪魔しました。いや、やっぱさ、お城さ、めちゃくちゃ久しぶりに来たんだけど、やっぱいいね。こういうとこ。和むもんな。別に自分がさ、今この場所にいるわけでもないんだけどさ、何なんだろう、この心の和みは。いやー、いいな。やっぱりこう、和っていうのはいいよね。はい、てことでですね、お城から出た、このお二人。今回の目的地場所、早速、ID の入力をね、していきたいと思います。で、なんか、今回の ID は、2つあります。で、なんかさ、うち分かんなかったんだけど、そのコメント欄で、ID 入力しても、出てこないっていう人何人かいたじゃん。なんか、アカウント制作をしてないかららしいよ。小道具タップした時に、なんか、うちらの場合、登録してる人だと、ユーザー ID、パスワード確認とかで出るんだけど、ここのなんか、まあ、要するに自分のアカウントって言っていいのかな、それを制作してないから ID が使えないみたいなので、ID 合ってるのに出てこないって方は、制作されてない方なのかなと思うので、ぜひ制作してからやってみてください。じゃあまず1個目の ID は、94167211285944がまず1個目ね。はい、こちらでございます。じゃ、まだみんなに見せないようにしてくださいね。ちょっと目的地の場所に着いちゃったので、もうここでやっちゃうか。じゃ、もう一個の小道具 ID 行きまーす。78167610936です。え？なんで？976、あっとるやん。おい、うちもみんなと同じ状況だったぞ。UFO、ID 検索しても出てこないよーっていう状態だったよ、今。UFO、出ないよー。あ、わかった。これさ、なんか、すいません。間違えてましたみたいな感じでさ、英語でわかんなかったんだけど、なんかコメント欄に一個だけ ID 書いてたんだよ。多分それじゃない？ちょっと待ってね。入力しないでね。って間違えましたつってなんか書いてたんじゃないの、あれ。ちょ、待ってね。多分そうだと思うけど。あ、うんうんうん。二個目の ID 間違えてましたって書いてある。じゃあ、あれね。修正版ね。こちらが正しい ID です。58167627016866。最後6は合ってんだね。え、待って、間違えた !58167627。あ、7927になってんね。出ました。正しくは、58167627016866です。大丈夫か今日のうち、頭。じゃあ、これはまずロードして、もろて。あら？めっちゃ怖い、ロード。お、お、来た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 。来た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 。あのね、まず、これはね、ID2 からダウンロードして、ID2 の方をセーブして、で、ID1 を入力して、セーブした ID2 を
ロードってとこ押さないとダメなんだね。とりあえず白に戻って。あれ？これさ、あれ待って、ルイタってどこにいる？ずっとついてきてってやってたよね。あいつあっちまで来ちゃったんじゃない？じゃあいないじゃん、ここに。ほら、いない！はい、来ました。はい、今日はですね、ちょっと車がないということなので、馬でね、行きたいと思いまーす。え、これ二人乗りできたよね。あ、できたできた。今日馬で、ちょっと、ね、旅行の続きをしていきたいと思います。いや、いいね、馬。絶対腹痛いだろ、それ、ルイタ。いや、作詞夢でも乗馬したのはいつぶりでしょう。それさ、この馬の嫌なところがさ、もう車と一緒だけどさ、人とぶつかった時のあれ。うわ、見てください！今回の目的地、早速見えております。もうこっから行こうぜ、こっから。今回行く場所あちらでございます。もう見えてる。いやね、やばいよ、本当に。もうなんか、新婚旅行なんてよりも、もう今回も ID 紹介みたいな感じ。いやでもね、やっぱりね、人が売られてるペットショップはナンバーワンに面白かったかも。今まで結構 ID 使わせていただいてたんですけど、ナンバーワンに面白かったかも。ということで、おー来ました！左方向ですね、この先。いやー、馬で向かうやつっていんの今。いないよね。止められるよね、まず。はい、到着いたしましたー。こちらでございます。わ、この馬どこに止めようかな。ここでいいかな。ポチ待ってろよ。はい、てことで、私たち今回来た場所はこちらでございまーす。はい、てことで皆さん見てくださーい。今回、デートする場所はこちらでございます。なんかね、ショップモールらしい。今回のショッピングモールやっぱ海外の方がね、作っただけあって、グッズとかさ、すごくない？今までなかったぞ。このお店の中にね、入ってるブランドなんですけど、スターバックスもあんの？てか昨日のホラーゲーム、スターバックスだったな。で、見てこれ、グッチ。早速、入っていきたいと思います。失礼します。いや、見て、ちょっとお客さん置きたいな。なんかすっからかんなのも。なんかちょっとあれだよね。お客呼ぶ？お客、今から作っちゃう？はい、ということで、なんか適当に人振りばめてみました。いやー、まず見てよ、これ。お店の真ん中にさ、クリスマスツリー。もう夏ですよ、言うて。で、あとこれね。いやー、たまに今はさ、でもなくない？確かに、ちょっと前は、こういうショッピングモールに、車とか置いてあったんだけど、今って、ないよね。で、まず見てください。え、これどういうとこなの？一体。何？え、何？あー！何？映画なのこれ。すごー！映画館なんだ。うわ、やばー！これさー、なんでこんな作れんの？で、こちら。こちらがですね、きっと多分スマホとかパソコンとかが売られてるショップなんだろう。うわー、やばいやばいやば。やばー！何これー？テレビも売ってる。まあ、テレビっていうかディスクプレイかな。え、すごーい。こちら、アイボックスですね。で、ここが何？夏レプビ、よくわかんないな。ごめん。ごめんなさい。ちょっとよくわかんないんですけど。なんかこれもブランドなの？待って、どうやってこれ作られてるんですか？これ。気になる。葉っぱなんだこんな平らになってんの？やばこんなことがありましたっけっていうものばっかり。すごー。なんかいい匂いしそうなショッピングだね。あとは、こっちに行くと、トイってことはあれかな？キッズ用品ってことかな？うわー、すごい！アヒルちゃんがいっぱいだ！見て！え、これ乗れる？待って。ちょっと待って。悪いこと思いついちゃったもん、私。ダメ、ほんとに。乗れるね。あと乗ってあげるわ、じゃあ。いや、乗れるってことは分かったので、最後に、乗りたいと思います。はい、続いて、うわ、これ見て。みんな大好き、グッチ。グッチ持ってなさそうだね、なんかね、見た目が。ということで、グッチショップでございます。うわー。私が使ってるバッグ、見事にない。バッグ。バッグぺっちゃんこ。いや、すーご。バッグぺっちゃんこ。見て、これ。見事に私のバッグがない。こんなことある？これも利用してくれよ。布団やん、これ。待って、寝れる？また悪いこと思いついて、ゆうぽん。うん、寝れないね、さすがに。なんか、もはやね、デートを楽しむんじゃなくて、
私が楽しんでる。で、ここがですね、スターバックス。わー、見て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 、これさ、今まであった。最近 Mac とかもさ、なんかこういうモニター出てきてるけど、今まであった、このスタバとか作ってる人で。モニター、やば。何？何て書いてあるの？何を言ってんのこれ。めっちゃスタバだわ。え、喧嘩してる？で、なんとね、ここのショッピングモール、2階もあるみたいなので、行ってみたいと思います。確かになんかナイキとかまだ見てないかもしんない。いやー、どうやってこれ作ってんの？本当にすごい。よく何室？何これ？え、怖い。いいのこれ行って。え、待って、落ちちゃう？これ落ちちゃうやつ行ってみる？落ちなかった。はい、そして、こちら。え、これなんだろう？なんか本とか、ブックでかくない？自分の体の半分のブックってどういうブック？怖くない？え、こういうショップって実際にあんの？なんか海外とかで。自分の半分以上のでかい、なんか、本って。ありえなくない？あれ、てか、カレピどこ行った？あ、カレシアね、旦那だ。旦那どこ行った？旦那？あれ？やっぱ旦那拗ねてるわ、いた。JCO って場所ですね。JCO。あー、なんかお菓子とか売ってる場所なのかな？え、待って。これさ、裏にあるやつってさ、壁ね、レジの後ろのやつって普通にモニターだよね。あつ森でもきっとうまいんだと思うわ、この人。何？ここ。何もないね。ちょっとめんどくさくなっちゃったかな。あれ、ナイキがないね。あれ？ナイキがめんどくさくなってナイキやめちゃったみたいですね。まあ一通りね、ショッピングは見終わったので、ちょっとポンコちゃん何か買い物したそうなお顔してるんで、ちょっと聞いてみたいと思いますね。グッチで新しいバッグ買いたい。まあそうなるわな。なんか、でもなんかわかるよ。こういうブランドショップ行くとさ、なんか自分が使ってるバッグがちょっと、なんか、恥ずかしくなってくるよね。いい？買い替え。わー、優しい。え、何選ぶんだろう。何がいいかな。どのバッグが似合うと思う？いや、いいの選んであげて。やっぱり白バッグがいいんじゃないのか。あー、でもうちも思った。だよね。私もこれにしようか迷ってた。あー、じゃあ意気投合だ。うちら3人意気投合。じゃあ、この白バッグ買おうっと。なんかあれだよ、次のデートとかそれ持っていきなさい。このバッグお願いします。いや、グッチってバカ長いよ、ほんとに。あのね、二桁だよね。少々お待ちくださいね。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。よかったね。お！早速持ち歩いております、ポンコさん。やばい、初グッチー。テンション高っ。よかったな。いや、でもよかったんじゃない？なんかこの新婚旅行の記念でさ、やっぱ高いもの買うと思い出になるしね。でも離婚したらさ、なんかこのグッチ捨てたくなっちゃうよね。なんていうかその思い出が蘇るじゃん。あ、あの時買ったやつだ、みたいな。だから、そのブランドとか高いものは、極力一人で買った方がいいよ、みんな。もう今後。ということで、グッチバッグも買ったってことなので、いい？私のやりたいこと。とりあえずちょっとこれ、オンにさしてもろって。さあ、グッチを買った陽気なポンコ。私は今からこんなちっちゃいものに乗ろうとしております。え、これ乗れると思う？でもさ、乗るって書いてあるから乗れんだよね。え、どちらかアヒルの方なのかな？行くよ。はい。え、待って、見えない。待って、見えない。見えない。ポンコ？ポンコ？どうなってんの？ちょ、待って。ルイタの。え？待った！え？ルイタ！え、バカじゃない？どうなの？さすがに進まないか。さすがにダメだな。乗れないね。あれ？ポンコが商品になっちゃった。ね、やば。ね、完全バグった。待って、グッチのバッグ！待って、グッチのバッグ落としちゃった！どうしよう！はい、グッチのバッグだ！これさ、一緒乗ろ？はい。何アングルこれ！どこ、縦画面だった作品が。あは！待って！あ、待って！いい！できてるできてるできてる！あ、動いてる動いてる！こうやって乗ってるみたいです、車に。はい、ということで今日はですね、
海外の方が、作った ID、ショップモールに行ってみたんですけど、なんか日本とはまた違ったさ、なんか日本ダイソーとかアニメイトとかあってさ、なんか身近な感じがするけど、なんかめっちゃ銀座って感じがするよね。とてもね、素敵な小道具でしたので、ぜひ皆さんもこちら遊びに来てみてください。ということで、いやー、楽しそうな新婚旅行で、あ、ね、グッチのバッグ拾ってこないと!ちょっとポーコ!グッチのバッグ!ある?あ、待って、あれ白いのそうじゃない?え、ポーコ大丈夫?こんな高いもの買って。やば!危な!